衆院選で比例会に単独で立候補されている方はどういう選挙戦をしているかご存知ですか？自分がさっぱり想像つかないです。 そうだね。ただまあこれはね、以前にね、乙武さんが言ってたんですけど、やっぱ今回彼もね、参院選出て落選してっていう中で、国葬が政権不要にならなかった岸田政権ですが、解散に打って出る確率はどれくらいだと思いますか？パーセントぐらいかな。 いやこれね、解散の話ってね、自民、公明、立憲、維新、共産、国民の5年後の党首はそれぞれ誰になっていそうですか？予想で。面白いね。5年後か。いやー、これわかんないね。確かにね、言われてみるとね。普通に順当に考えればね、やっぱりだよね。